一つやっぱ驚くのは、どこの薬局に行ってもいろんなサプリメントがずらっと並んでるでしょ。でしかもそれが例えばビタミン A とか B とか C とか、その各成分ごとビタミンごとに種類があるわけですよ。だけど日本人っていうのはあまりそういう例えばビタミン A だけとかビタミン B だけとか、そういうふうな取り方ってしないですよね。で基本的には総合漢方薬とか、あるいは総合需要競争剤みたいな、そういうような形で取りますから、そういう意味ではいわゆるまあ健康オタクじゃないけども、私の場合にはこのビタミン A と C のミックスだとか、ビタミン D と A のミックスだとか、そういう形でいろいろなそのビタミン剤を揃えて、でそれもしかも大量に飲みますよね、こちらの人っていうのは。それはちょっと我々から見ると、えっというような思うような、それだけ皆さんこっちの人の方が熱心なんじゃないかと思いますよ。自分の健康で自分に何が足りないのか、で何が不足しているのかということを自分なりに研究されてて、だから逆に私の場合にはこれだあれだという形で選択されるんじゃないかと思います。私自身がその使って自分自身でその実感したという体験はありませんけども、まあ、いろんな周りの人、特に女性の方なんかに聞くとね、やっぱりこっちのいわゆる白人向けの化粧品なり、シャンプーなりっていうのは結構刺激がきついんじゃないかと言われる方もいらっしゃいます。でそれ逆に言うと日本人の方っていうのが、特にアジア系の人っていうのは非常に肌が敏感で、いわゆる繊細であるという、その違いかもしれませんけども、ただそれ以外にもう一つ違う理由というのはですね、先ほどちょっと触れましたけども、それぞれ各国によってそのレギュレーションが違うわけですね。でそうすると使える成分、使えない成分というのは国によって違うわけですよ。で例えば日本では使えない成分でも、例えばカナダ、アメリカでは使える成分というのがあるわけですね。でそういうものが入っていると、例えば逆に日本人の方はこちらの商品を使うとちょっと変だなと思う方もいらっしゃるでしょうし、そういう一つはレギュレーションの問題があるということと、それからあとはその地域的な違い、日本というのは非常に狭い国 で気候も大体北の北海道に住む人と南に九州に住む人とそんなに極端に違わないけれども、例えば北米大陸で例えばカナダの場合だと西海岸と東海岸では全然気候が違うわけですよね。でそういう中で当然その周りの環境、例えば乾燥の度合いも違うでしょうし、でそういう中でやっぱりその環境に適さない、商品、使ってみてその環境に適さない商品っていうのもあるのも事実だと思います。それからもう一つは例えばどちらかというと、これは傾向ですけれども、やはり欧米の商品というのは、例えばフレグランス、香りですとか、それから色ですね、色合い、そういうものにかなり気を使っているというか、そういうものを強くアピールする傾向にありますから、当然そういう香りの成分が強かったり、色の色素の成分が強かったりすると、それが結局刺激になるということは日本人の方にはあるかもしれない。いろいろこう消費者の方に直接お聞きするとですね、で一つは我々が販売している Q10 コラーゲンという、これは栄養ドリンク剤ですけども、いわゆるコラーゲンとそれからコエンザイム Q10 をミックスしたドリンクです。で、基本的には皮膚の老化を防止する、それから若返らせるというそういうような効果、効能を狙って販売している商品ですけども、これはやはり飲むと結構早く効果が現れて、まあ3日4日飲み続けるとなんか肌がプリプリになりましたとかいう、そういう声っていうのはよく聞きます、はい。それから同じく化粧品でエクセルーラっていう、これはアンチエイジングの化粧品ですけども、これも基本的には老化防止アンチエイジングということで作った商品ですけども、この商品はこのプロテオグリカンとはまた違った意味で、我々の新しいその技術が導入されてましてね。でどういう技術かっていうと、いわゆる抗がん剤なんかによく使われるテクニックですけれども、皮膚の深いところまで浸透していって、そこでその薬効を働かせるという、でそういう効果をこの化粧品に持たせています。ですからこれを使うとですね、表面だけではなくて、いわゆる真皮の深いところまでそれが入っていって、そこでその薬効成分が働くというような、そういうようなシステムを使っているので、これはディープデリバリーシステムって言ってますけども、そういう効果だと思いますけれども、
使ってみて非常に効果がいいというそういう声は聞きます。希望としてはね、もちろん将来的にはこのローカルのカナダの白人のローカルマーケットで、我々の商品が認知されればそれがベストだと思いますけれども、やはりなかなかそれは難しい問題があると思います。先ほど申し上げたようにやはり白人とそれからアジア系の人たち その肌の違い、構造の違い、それから商品に対する思考、そういうものがありますから、これは十分見極めてからそのマーケットに参入するということを考えないといけませんけれども、今はとにかくアジア系のマーケットでそれなりの評価を得てますから、少なくともこの今のマーケット、アジア系のマーケットでますますその信頼を得るような形でマーケティングを行って、その次のステップとしてね、白人のいわゆるメインストリームといわれるカナダのローカルマーケットに入っていけるのかどうか、それは十分慎重に検討しないといけないと考えています。ただ十分白人のメインストリームのマーケットでも生き残れる、評価を得られると思う商品というのはありますというのは、実際にこれは非常に近い方ですけれども、白人の方にも実際に使ってもらって、でそのいろんな評価というか声を聞いてますけれども、これはいいという声も結構あるんですね。ただご承知のように、その実際にこれマーケットに出してそれをいわゆるコマーシャルベースで、商業ベースで成功させるためには、それなりのメディアサポートとか、いわゆる広告宣伝をやったりとか、そういうふうないわゆるその別の面でのサポートが必要になってくるわけです。ただ単にこの商品はいいからって言ってマーケットに出したからそれで売れるものではなくて、あくまでもそれをいわゆる商業ベースで成功させるためには、それなりの投資としてメディアサポート、広告宣伝を打っていかないといけないという必要があるわけですね。だからじゃあそれだけのいわゆる投資をして、それだけのリターンが期待できるのかどうか、それは厳密にコマーシャルベースに判断していかないと。確かにいい商品ではあるけども、それがそしたらいわゆる商業ベースで成功するかどうかというのはまた別の問題だと思いますから。